言から23日本代表は24日、カタールドーハで練習を行った。翌25日には準々決勝で開催国カタールと対戦。23人全員が集合し、報道陣には冒頭15分間のみ公開された。徐々に気温が上がるドーハはこの日、35度以上を記録。日差しが強く照りつける中、 選手たたちはそれででも笑顔で練習をやりきった開催国を相手にも大岩剛監督は冷静緊張する選手も意気込む選手もリラックスする選手もいるただ我々の目的やゲームでやるべきことがしっかり共有される状態であれば徐々にアジャストしていく ゲームにぐっと入っていく瞬間が早い段階で訪れればいいと選手たちの素早い順応を求めた。グループリーグ初戦から DF 西尾竜や C 大阪が退場処分になるなどアクシデントも起こっているが、指揮官はその都度乗り越えてきた。一試合目からいろんなことが起きて、想定内、とは言ったが、厳しい戦いをずっと積んできた。 そういう部分ではいい経験ができている。確かな成長を期待しながらそういうのも含めて準々決勝、明日の試合に入っていきたいと活躍に期待を込めた。